成績どうだったんだと。一番大変なのは歌って、はい、あと踊れば勝てんだよ。むずいね。難しくて難しくて。で、あ、英語だよ、英語。英語はちょっと諦めました。おはようございます。テスチャンネル。さあ、今回ですね、坂井さん、ジャケットの坂井さんですけども、大学、いよいよ入学しました。はい、成績、聞いていきたいと思います。いや。はい、そうそうそう。だってね、当然、あったわけじゃないですか。まあまあまあ。アメリアテアとかさ、もう全然ボロボロの GPA を出してさ、やってるわけですから、ボロボロだったら。頑張って中央大学入って、そこで、こうね、成績ガーンみたいなさ、学力ガーンみたいな。一応、英語はやってもらってるんで、あ、まあ、引き続き、はい、まあ、トイックのためにも頑張ってやってるし、はい、いずれ大学院でね、スポッカーとか行くためにも、うん、まあ、勉強は続けるというか、感じなんですか、はい、まあ、遊んじゃう人が多いわけですよ。まあそうですね。なんかトイックプロジェクトに入ってやっぱ中央のやつとかも激遊んでますから、全然ちゃんとやってないんで、やっぱ坂井さんすごいなとかっていうことを言ってたんですけど、はい、成績どうだったんだと。いやまあ、まあ、大学の、まあまあまあ耳が痛い、ね、耳が痛いんかい。一番疲れたくないですね。そう、疲れたくないんだ。いやだってほら、だって大学行くとき GPA 必要なんじゃないの。知らんけど GPA は特には書いてなかった。あ、書いてないんだ。まあ一安心。一安心してんじゃねえ。授業自体はでも大変なものは多いですか。大変なもの、一番大変なのは韓国語ですかね。ああ、韓国語なんだ。はい。ああ、そうなんだ。あんな簡単なものが。いや、韓国語週に3回あるんですよ、はい、そのうちの一つはちゃんと教科書通りに先生が教えてくれるんですけど、うんうん、もう一つは、うん、とにかく韓国の歌とかを歌って覚え、歌って、うん、あと踊れば勝てんだよとか。踊る。なんかちょっと韓国語を勉強するっていう感じじゃないな。それ何、昔の歌なの、 K-POP なの。例えば少女時代のライオンハートとか、あと、ミミワーイですか。そうですね。最近だとアフターライクテストするって言って、言うんで、あ、あ、It's my turn life。 アイブで、ふふ、そうです、そうです、ってやつね。はいはい、めちゃめちゃ最近のやつじゃん。K-POP やん。ちょっと待ってね、踊ってって、アイブのあれ踊ったら勝てんなの。そうです、踊ったら勝てる。踊んの。いや、歌うの。とにかく歌います。歌えないといけないので。それ喜ぶ人と悲しむ人がめっちゃ分かれそうなんだけどね。まあそうですね、楽したい人は、うん、まあ、ただ歌うだけなんで、はい、まあ、楽ですけど、まあ必死心はありますけど、ね、そう、そうだよね。知ってる曲カラオケ行ってる感で、はい、しかもまだ女性の歌しか出てなかったですけど。そうですね、男性一切ないですね。ないですね。え、先生は男の女の子。男の先生で自分の好きな歌だけやってんでしょ、それ。まあいい。なんてこった。他、あ、覚えた。You make me feel special。 あー、TWICE ね。はい、まあ、feel special ですね。feel special。You make me feel special って全部。そうですね。だってさ、歌詞意味わからんずに覚えるわけでしょ。そうですね。ヒンデロ、ヒンデロとかで韓国でした。ヒンデロ。しんどいね、それね。そうですね。わかんないけど、読ませたり。それはしんどいです。はい、だから歌詞の意味がわかるからさ、覚えられるけど、歌詞の意味わかんないと覚えられないじゃないですか。これは確かに大変だね。ゆっくり時間かかっていいなら読めるはするんですけど、うん、それを歌に合わせてちゃんと歌うっていうのはかなり厳しいですね。で、最後3つ目が、がすごい発音記号とか単語、ちょ、もうちょ、プリント一応あるんで、はい、はい、これね、覚えなきゃいけないやつね、はい、そう、しっかりこれ習わなかったけど、はい、ハングル検定、日本のやつだったらこれね、はい、出てくるやつだよ、ね、あ、出てくるんですか。あの、音変化的なやつ覚えなきゃいけないからね、はい、むずいね。難しくて難しくて、無理なんですよね。基礎を覚えた後で音変化覚えなきゃいけないから。でも基礎も習ってない。基礎わかんないままで音変化いってるから相当大変だと思う。これテストとかしんどいよね、これね。ダメでした。じゃあ成績どうだったんですか。まず最初の普通の韓国語のやつは A か B だったんですよ。ほいほいほい。で、2個目の歌うやつは確か B ですね、うんうんうん、で、これが期末テスト0点で落ちました。なるほど、その歌うがしんどいのかと思いきや、こっちの方がもっとしんどかったと。そうですね。いやー、その試験やってみたいわ。韓国語喋れるけど、こういうのは一切習ってない感じよね。多少そのハングル検定の時勉強したけど、この変化に関しては無視して喋ることばっかりやってるから俺は。で、こっから自分で翻訳見ないで日本語の訳を考えて、ハングルだけ出されてて、うん、で、今まで習ったこういうのあれば別に翻訳しなくても
なんとなく日本語が分かる。あ、漢字との対応でってことね。そうですね、はい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 、こんなのやってるの誰も面白くない。こう書いてあるけど実際はどう読むっていうのを発音記号で書けって言われる、うん、うわそれきついっす。それあるの、ハングル検定にも大嫌い。まあ、そもそも発音記号も分かってない、うん、そうそう、発音記号もハングルですからね、そもそもね、無理でしたね、うん、いや分かるよそれ。音変化があるんです。そうそう、ハングルってローマ字だから簡単じゃんって思ってる人いっぱいいるんですけど、マジで音変化めんどくさいから。これとこれくっついた場合はこっちが優先されるとかさ、すげえめんどくさいんで、スペルと一致しないでいっぱいあるんで。でも漢字との対応を覚えると簡単です。俺留学してた時それ知らなくて、普通にただただ全部単語覚えてたら、はい、日本人たちにバカじゃないのって言われて。そうそう、でテキストは英語訳が書いてあったから、はい、それで覚えてて OK です。はい、分かりました。それ大変ですね、確かに。え、他は、まあ、スポーツに関係あるものだとスポーツ健康政策っていうのがありまして、ただ、まあ、自分の学びたい内容じゃ全然なくて、うんうん、スポーツを日本の政策、例えば部活動を地域のクラブにするとか、うんうん、そういうのを考えてみようっていうものなんですけど、全く自分はそこに興味はないので、ほうほうほう、レポートだけだったんですよ、評価が、うん、それで C でしたね。結構ちゃんといいの書いたのだらけだなって思って。まあ小論文勉強してたのにもったいない。いや、どんなのか見たいわ。書いちゃった。論述で A いっぱい取ったからね、はい、やっぱ論述と発表めちゃくちゃ強かった。で、はあ、なるほどね。はい、で他は、あとはもう一つ、まあ、体育みたいな感じですけど、うん、まあ、それはちゃんとどっちも S 取れて。 S なんかあるんだね。 S が一応あります。体育、バスケと、バスケと体のことについて動かしながら勉強しようみたいな内容だったはずだったんですけど、うん、ほぼ球技になっちゃった。ほぼ球技やってたの。バスケやってた。バスケで S。 もう NBA 選手と話してたからS。 S 言われなかった。先生見てなかった。先生は誰も知らないです。知らないんだ。なるほどね。、はい、でも言われたでしょ、NBA 選手ですよね。そうですね、すごいねっていうの。だってさ、そのバスケ取ってる人からしたらさ、怖、はい、いじゃん。だってなりますね。マジでなるでしょそれ。はい、それ羨ましがられますよ。で、あ、英語だよ、英語。英語一応見れるんで。あ、いいですよ、はい、英語が週に3回やって、はいはい、1つが B で、うん、2つは A でしたね。おお、よかった。どれが B だと。教科書に載ってるのを読んでテーマについて学んで、先生がこのテーマに関することをこのサイトから見つけて一つ記事を選んで、要約150字で、それに対して自分の意見を100字でやるっていうのがあって、それが本当に面倒くさくてっていうのがある授業ですね。他は大丈夫だったね。他は A でしたね。SDGs の発表と、そうですね、あともう一個なんだけど、教科書に出してるテーマみたいなのを勉強して、うん、最後トイックの問題解いたり。ああ、そっかそっかそっか、はい、トイックの問題解くのもあったんだ。そうだ、他の授業何を。あと基礎演習、はいはいはい、これ自分は自分の興味あることについて、ね、レポートみたいなのを書くっていう、ただの授業だった。自分の好きなものをやっていいんです、ね、なんで自分また自分の興味あるのをやったんで、あ、A でしたね。お、何について。それスポーツ。そうですね、自分のなりたい職業の必要性について書いて、うん、他は総合政策概論っていうのは、うん、そう、総合政策学部ですか。はい、かこれは一つの授業につき一人か二人ぐらい先生が来てくださって、うんうん、ああ、はいはいはい、オムニバスね。そう、学問について説明するっていうもので、はいはいはい、認知科学取ってた、アメリカで、はい、これでもレポートを出すだけ、うん、でそれも自分の興味あるの書いて B でしたね。ああ、 B か。英米文学でもあったわ、慶応も。オムニバスで英米の先生たちが来る、はい、ラップについて書いたよ俺。ラップですか。ラップについて、韻を踏むことについて、韻を踏む、興味があったことはどれですかみたいな。ああ、書いて、で論文の書き方みたいな授業のが B、 社会心理学、あの、はい、多分どっかの動画で言ったと思うんですけど、ほんと期末のレポートがちょっと難しすぎて、うん、これはちょっと諦めました。受けてないってこと。レポート出すだけだったんですけど、うん、ちょっとレポートをポギ、はい、あ、ポギって韓国で捨てる、これは無理だと思って。ほうきです。はい、ほうきでした。はい、でメディアリテラシーは、はいはいはい、メディア先生が100分ぐらいの動画を出して、はいはい、それを全部見て、はい、先生がその動画に関して、はい、どういうことが、どういうことが、どういうことか、自分はどう思うかっていうのを毎回送るだけの授業が C でしたね。ほう、なんか GPA とか出ないの。 GPA まだ出ないです、ね、あ、合計が出てないっていう感じで、沢井さんの参考じゃないか全く分かりませんが、いや、まあダメですよね。見ていただければと思います。はい、はい、じゃあ後期はまた全然違うのと。後期はそんなに変わらなくて、うん、
まあ、Excel は、Excel は Excel が2個取ってて、Excel の授業2個で、Word、パワポ、そんなもんですかね。韓国語は厄介だと思いますが、いや本当です、はい、なんとかねそこ頑張って、はい頑張って大変だと思うけどマジでそれは、はい、大人のやつはマジで大変、はい、まず基本を勉強した方がいいと思いますちゃんと、はい、それが勉強できるようになると意味が分かります、はい、それが分かんないとまず意味不明ですあれは、はい、あと発音記号のやつを待ってください K-POP、まあ、あとは普通に聞いて歌うやつは聞いて歌えばいいんでしょそうです歌だけ今は何の歌ですかもうすぐアフターライクやるよっていうのをああそれは何曲やったのライオンハートフィールスペシャルあとなんか夏休みの間にも1曲覚えて、うん、ああそうなんだ歌やってくれてなって自分は少女時代の王あおパルサラヘイってやつねはいマーニーヘイねはいはいでまあ次アフターライクそうなんだカラないのカラはないですねなんでカラがないのカラ派だったから少女時代あんま覚えなかったんだな、はいはいはい、先生が少女時代好きな先生がねはいはいはいしててなるほどソニョシデについて言ってるわけですね、はい、ということでしたはいご視聴ありがとうございましたテキボチン